こんにちは、藤原産業のいつもの僕です。今日は第59回ジャパン DIY ホームセンターショーに来ております。今日、撮影日が24なんですけど、24、25、26と3日間開催されております。25と26は一般の方も入れますので、ぜひご来場お願いします。雰囲気見てください。ちょっとバイヤーさんだけなので比較的空いてるようには見えますけど、各ブースめちゃくちゃ盛り上がってます。奥に藤原産業のブースもありますので、ぜひ来ていただきたいなと思います。ちょっと中入ってみましょうかね。こういった家具っていうんですかね、 DIY が楽しめるようなブースもあります。こちら見てください。アサイペンさんとかも塗料メーカーも結構たくさん来てますので、このタイミングで塗料のことが分からなければぜひ来てもらったらいいかなと思います。で、マキタさんですね。もう皆さん知ってるようなマキタさんも、もうここで商品が一斉に並んでますので、手に取ってもらったらいいかなと思います。ちょっとさらに奥行きましょうか。前回協力していただいたスター電機さん、かっこいい溶接機置いてますね。そうですね、今日は実際に実演もされているということなの で、ね、奥の方で溶接作業してましたね、はい。はい、藤原産業のブースに来ました。他のメーカーさんもいろいろ紹介したいので、ちょうど後ろに緑潮産業さんというメーカーさんがあるので、ちょっと営業の人を捕まえておすすめ商品を喋ってもらいましょうかね。そうですね、はい、緑潮産業さんのブースに来ております。面白い画期的な新商品が出るということで、ちょっと今回は緑潮さんの営業の方に話してもらおうかなと思います。よろしくお願いします、はい、お願いします。毎度お世話になります。今回新商品と出させていただくのがレシプロ層新速60木材っていうものになります、はい、名前の通りなんですけども、60波長が60mm、 6センチとすごく短くなってます。めっちゃ短いですね。そう、めっちゃ短いですよ。あんまり見ないですよね。そうですね。今回なんでこの新速60というものを発売させていただいたというと、うん、はい、市場でいうと少しニッチなサイズになってま す, ですよ、ね、ただこの60っていうこのサイズですね、はい、何が一番効果を発揮するかといいますと、はい、まあ、ここにちょっとダミーでこの胴縁、ノブチっていうものを再現させていただいてるんですけども、はい、本来は2バイザーじゃないんですけども、はい、ちょっと再現でやってます、はい、こうやって室内壁、この壁紙の裏ですね、はい、には石膏ボードが貼ってあって、その後ろにはこういったノブチっていうものが貼ってるんですけども、はい、石膏ボードとノブチを一括でこう切れるようなサイズになってます。この波長が短いことで切った時にですね、奥に例えば壁の中電気配線とかあるんですけども、はい、そういった奥にある対象物以外を傷つきにくいために、こういった60ミリっていう短い波長になってます。すげえ。ちょっとやってみてくださいよ。ちょっとじゃあやってみましょうか。やってみましょうよ。はい、じゃあ切りまーす。はい。はい。めっちゃ早く切れました、ね。はい、めっちゃ早く切れます。まあなんで早いかっていう秘訣だけちょっと言わせていただくんですけども、まずこだわったところが、ブレを極力少なくしてます、はい、で波長が短いことでもちろんブレ少なくなるんですけども、はい、弊社独自のちょっと研究でちょっとここでは公にできないんですけども、刃を極力ブレないように仕上げてますんで、はい、このブレの少なさっていうのが切断スピードの秘訣になってます、はい、ところで発売日っていつですか？そうですね、発売日こちらにも書いてる通りなんですけども、2023年の10月1日の発売になります、はい、商品パッケージ見てもらうと分かるんですけど、1枚入りと3枚入りあります、はい、まだ決まってはないですけども、キャンペーン等も
検討してますんで、ぜひ皆さん導入よろしくお願いいたします。楽しみにしております。ありがとうございます。ありがとうございました。次はスター M さんのブースに来ました。なんかイベントをやるらしいんですけど、教えていただけますか。はい、こんにちは。まずスター M はですね、この10月1日をもちまして、皆さんのおかげで100周年を迎えることができました。すげえ。どうもありがとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。今年スター M をよろしくお願いいたします。こちらこそ、はい、お願いします。お願いします。それではですね、はい、今回のイベントとしましては、はい、最終日の方もこの竹あかりとウッドスピーカーをワークショップを考えております。はい、朝から先着順になっておりますので、はい、皆さんぜひまたお越しください。よろしくお願いします。はい、この竹用ドリルを使ってのワークショップになりますので、お願いします。はい、はい、あと何か新商品ですか。よく聞いてくれました。なんか出たという噂なんですよ。はい、そうなんですよね。どれですかね。そちらこれ、それはこちらなんですけど、これは一見見た目の変哲もない段付き用のビットなんですけども、ね、はいはい、この段付きビットなんですけども、このままワンタッチで止めれる工具ってなかったと思うんですね。はい、それができたのがこちらの方の段付き用の下穴ドリル。これちょっと見ていただいたら、ワンタッチでそのままで外れませんよ。はい、外れない。外れない。すげえ。はい、もうロックがかかります。それでワンタッチでもう外れますと、はい、そのまま下穴してからビス打ちが簡単にできますので、これで皆さんの作業効率がアップするんではないでしょうか。まだこちらの製品はですね、近日発売ということで、皆さんお楽しみにしてください。今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。はい、ステンレスの穴開けは月光ドリルのビッグツールさんにやってきました。ここではステンレス用のドリルがめちゃくちゃ有名なんですよね。特徴をちょっと営業の方いらっしゃったんで喋っていただきたいと思います。お願いします。月光ドリルはですけど、先端の形状がちょっと特殊な形状を採用しております。はい、この先端には弊社の特許がかけてます。はい、この先端が違うだけで、従来のドリルと比べてその食いつきであったりとか切れ味、耐久性、一気に変わりました。はい、実際穴開けを見ていただきたいと思います。はい、見ていきましょう。切りくずが出てくるんですが、はい、通常手では触れないんです。熱くて、はい、これはね、手で触れるぐらいですよね。手で、はい、ステンレスですか。熱いかなと思って僕も触りたくなかったんですけど、はい、へー、すごい。ステンレスの穴開けは月光ドリルのビクツールさんを紹介しました。ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。次に売れヒーローの斉藤塗料株式会社さんの方に来ております。先ほど言った売れヒーロー何ぞやという話になると思うんで、今日は営業の方に来てもらって紹介してもらおうと思います。お願いします。よろしくお願いします。まず売りヒーローなんですけども、はい、このようにこれ銀色の部分塗っているんですけども、非常にこう伸縮性と柔軟性に長けていて、はい、まあ、普通であればこうやって曲げた時に割れてしまうものが割れない柔軟性と、まあ、素材に食いつく密着性を持っています。はい、まあ、ですので、こういう例えばこれゴム手袋なんですけど、こういうものに塗れたりとか、はい、あとやっぱ塗装が難しいこういうレザーみたいなものもこんなんやっても全然割れなかったりとか。普通割れますもんね。そうですね。で、あとこういう例えばこういう靴とか、はい、もうこれ塗ってないとこ塗ってるとこなんですけど、もうこんなんやっても全然剥がれない、まあ、そういう特徴を持っています。はい、で他にも例えば塗装が難しいって言われてるようなヘルメット、こういうヘルメットみたいなものもやっぱゴムに密着するだけあって非常に食いつきが良くて、まあ、他にも例えばこういうこれガラスに実は内面に塗ってるんですけども、はい、ちょっとこうキラキラしてるのが、あ、キラキラしてますね。はい、こういうガラスにもこれ全部今言った素材、下地処理とか、はい、プライマーとかなしで、はい、そのまま塗装することができるんで、はい、まあ、何かこう塗装して密着が難しいなっていう時はウレヒーロー塗ってもらえば大体のもの密着するかなと思います。なるほど。で、あと今回新商品ですね。はい、今回新商品いくつか出しているんですけども、はい、
まず先ほどちょっと出てたこういうオーロラ色、はい、こう光を当てるとこう七色に輝く、はい、まあ、そういう塗料ですね、はい、例えばこれもそうとか、あとこういう蓄光色っていうのがありまして、はい、蓄光ネオンっていう色なんですけども、はい、見えるかな、はい、ちょっと中へ行きますね。これ擬似的に太陽光をブラックライトで当てます。ああ、本当ですね、残ってますね、はい、こういう蓄光色でなかなかなくて、はい、まあ、これを使えば例えばこういう靴とかに塗ってみて、お夜間でもこうやって安全性があったりとか、はい、そういう使い方もできるんで、あと布にも使えるんで何でもいけますね、はい、こう服とかに例えば塗ってみても、はい、まあ、面白い使い方ができるかなと思います、はい、なるほどですね、はい、でこちらのウレヒーローなんですけど、藤原産業のブースの川路商店さんのところに陳列しております。ぜひ遊びに来てください、はい、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価、あと LINE の公式アカウントも開設しましたので、そちらの登録をお願いします。それではさようなら。